こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画は、現在国内外で話題の人工知能のチャット GPT、 わからないことを聞くと数秒、数十秒で答えを出してくれる便利な AI 人工知能ですが、その反面、不正確な情報や信頼性の低い情報、間違った情報が返ってくることもあります。ただ現在 YouTube をはじめいろいろな場面で利用する人が増えております。そんなチャット GPT で鹿児島のいろいろなことを説明させてみるとどうなるのかを試してみたら、とんでもないことになってしまいました。天文館、桜島、瀬古丼、鹿児島市、仙巌園など鹿児島県民なら必ずわかることも含めていろいろとチャット GPT に聞いてみましたので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。それではまずはチャット GPT とは何なのかを簡単に説明いたします。チャット GPT とはアメリカのベンチャー企業オープン AI 社が開発した高度な AI 技術によって人間のように自然な会話ができる AI チャットサービスです。2022年11月に公開され、無料で利用できることからも注目を浴びて、リリース後わずか2ヶ月でユーザー数1億人を突破し、2023年に入るとアメリカマイクロソフトが開発元のオープン AI 社に対して100億ドルを投資することが報じられるなど、機能面だけではなく成長性でも注目されております。そんな世界中を震撼させているチャット GPT ですが、一方インターネット戦争の再来とメディアが指摘するほど開発競争が加速する中、欧州を中心にチャット GPT 禁止論も高まっていて、さらに日本国内の大学でも相次いで対策に乗り出しており、学位論文やリポートでの利用を制限または禁止したり、情報流出の危険性を学生に注意喚起したりする動きが広まっております。そんな便利ですごいチャット GPT ですが、鹿児島に関する様々なことを質問するとどんな答えが返ってくるのかを7つほど試してみました。まずは天文館です。天文館とはどういうところですか？200字以内で説明してください。天文館は天文学に関する展示や研究を行う施設であり、天体望遠鏡やプラネタリウムなどを用いて天文学の研究成果を一般に紹介するとともに、天文学に関心を持つ人々に理解を深める機会を提供する場所です。天文学を学ぶ学生や研究者にとっては講演やシンポジウムなどの場も提供されています。天文館は天文学に関する教育、研究、普及を促進する重要な施設であり、多くの人々にとって興味深い場所となっています。確かに天文に関するプラネタリウムや科学館ならなるほどとなるんですが、さすがに鹿児島県民にとってはこの答えは納得できないので、質問をもう少し詳しくしてみました。鹿児島市にある繁華街の天文館を200字以内で説明してください。鹿児島市の天文館は繁華街の一角に位置する商店街で、多くの人々が集まる賑やかな場所です。天文館と名乗っていますが、実際には飲食店やクラブなどの娯楽施設が集まっている地区です。周辺には屋台や露店も多く、夜には活気がある雰囲気が漂います。また天文館駅や天文館公園も近くにあり、交通アクセスも良好です。鹿児島市内での観光やショッピング、夜遊びに訪れる人々にとっては必ず立ち寄る場所の一つとなっています。ということで、まあ割とですね、なかなかの答えが返ってきたんですが、ただ屋台や露店が多くというのはですね、福岡の中洲、博多の中洲あたりと勘違いしているのかなというツッコミどころ満載の答えが返ってきました。それでは天文館を聞いたついでに、センテラス天文館とはどんな建物かを聞いてみました。センテラス天文館とはどんな建物ですか？200字以内で説明してください。センテラス天文館は福岡県福岡市中央区天神に位置する高層ビルです。地上12階建て、地下2階の建物で、屋上には天文台が設置されています。施設内にはプラネタリウムや展示室、図書室、講堂などがあり、天文に関する様々な情報を提供しています。また天文台からは福岡市内の夜景を一望することができ、観光スポットとしても人気があります。センテラス天文館は福岡市のランドマークの一つとして多くの人々に愛されています。ということで、本当にもうびっくりの答えが返ってきました。センテラス天文館が天神にあったというね、はい、
福岡市のランドマークの一つとして多くの人々に愛されていますということでね、もうツッコミどころ満載でした。うん。図書館はあるんですけどね、センテラス天文館がね。はい。これはもうセンテラス、天文館、あれや天文館ね、の人、また、鹿児島市民の人にとってはですね、もうびっくり仰天の答えだったと思います。はい。ただ、チャット GPT に関しましてはですね、2021年のデータしかないということで、まあこういう答えが返ってきたのかちょっとわからないんですけどね。はい。もう突っ込みどころ満載でした。それでは次は、郷土の英雄、鹿児島県民なら知らない人はいない、西郷隆盛について聞いてみました。西郷隆盛とはどんな人ですか ?200 字以内で答えてください。西郷隆盛は明治時代の日本の志士政治家であり、薩摩藩出身の武士です。江戸時代末期の動乱期において尊王攘夷運動に参加し、薩長同盟の成立に尽力しました。その後維新後の政府の中心人物として活躍し、薩摩藩を代表する人物として知られています。政府の要職を歴任し、近代的な国家体制の構築に尽力したほか、自由民権運動に対する姿勢や行動から人民の英雄とも称されます。しかし明治14年1881年に暗殺され、去年53歳で亡くなりました。現在でも彼の遺志を継ぐ人々から尊敬を集めています。ということで、もう皆さんツッコミどころ満載だと思います。前半の部分はね、まあ結構当たっていたと思うんですけど、途中から雲行きが怪しくなりました。自由民権運動とかですね、1881年明治14年に暗殺されというね、去年53歳で亡くなられたというね、どこがどう、西南戦争で亡くなったはずですね、西郷隆盛、西郷殿がですね、大久保利通、大久保さんとも違うね、どの人物と間違えたのか、なんでこんな答えになったのかね、そういうツッコミどころ満載の答えが返ってまいりました。それでは次に、西郷さん、西郷殿のライバル、また盟友でもあった大久保利通、大久保さんについて聞いてみました。大久保利通について200字以内で説明してください。大久保利通は幕末から明治時代にかけて活躍した政治家であり、明治維新の立役者の一人です。土佐藩主として尊王攘夷運動に参加し、その後明治維新後の政府の中心人物として近代化改革や国家建設に尽力しました。特に地方行政の近代化や法制度の整備、議会制度の導入、軍事力の強化など多くの分野で改革を行い、明治政府の基盤を築きました。しかし一方で独裁的な手法を用いたことや、列強に対する屈辱的な不平等条約を結んだことなど、彼の政治手腕には批判もあります。明治14年1881年、大久保利通は暗殺されました。彼の功績は日本近代化の基盤を築いたとされ、明治維新の功労者として尊敬されています。ということで、大久保利通、大久保さんについての答えが返ってきたんですが、こちらもですね、もう西郷さん、西郷殿の答えと同様、ツッコミどころ満載の答えが返ってまいりました。ある程度ね、合ってた部分はあるんですけど、土佐藩士はちょっと待ってくれよとなると思います。皆さん、土佐藩士はもう全く違いますね。薩摩藩士ですし、またですね、ここでも同じような、明治14年1881年に大久保利通暗殺されましたということでね、清居坂で暗殺されたのは事実です。それは明治11年ですよね、1878年、西南戦争の翌年です。それがですね、先ほどの西郷隆盛、西郷殿の時と同じく明治14年1881年ということで、ね、誰と勘違いしてんのかね、ということでね、本当にちょっとね、チャット GPT にはツッコミどころ満載です。それでは次に、鹿児島の象徴、桜島について聞いてみました。桜島について200字以内で説明してください。桜島は鹿児島県にある活火山で、高さ1117メートルの山である。約3000年前に形成され、その後の噴火によって現在の形になった。現在でも噴火活動が続いており、2009年には噴煙が1万メートル以上まで達する大規模な噴火が起こった。周辺には住宅地や工場があり、時折降灰被害が報告される。また桜島は国立公園に指定されており、多くの観光客が訪れる。
桜島フェリーによって本土と結ばれ、桜島を一周するドライブも楽しめる。ということで、大体は合ってたんですけど、ただですね、周辺には工場や住宅地がありということでね、あと噴煙1万メートル、2009年に、これがね、ちょっとどうだったかなというね、このあたりがね、若干突っ込みどころがあるんですが、まあ、大体合ってたなという感じがいたします。それでは次に鹿児島の鹿児島県鹿児島市の観光の定番の定番、世界遺産もある仙巌園磯庭園について聞いてみました。仙巌園について200字以内で説明してください。仙巌園は岡山県岡山市北区にある日本庭園である。江戸時代初期の寛永年間1624年から1644年に岡山藩主池田光政が造営を命じ、以後数多くの改修や拡張が行われた。園内には大小さまざまな池や滝、島などが点在し、約1万平方メートルに及ぶ広大な敷地に岩や苔、枯山水などの景観が見られる。また季節に応じた花季や草花の美しさでも知られ、春には桜、秋には紅葉が見頃を迎える。仙巌園の名は中国の仙人が岩尾に住んでいたという伝説にちなんでいる。仙巌園は日本三名園の一つに数えられ、国の名勝に指定されている。園内には茶室もあり、お茶を楽しみながら四季折々の景色を楽しむことができる。ということで、これは完全に岡山の後楽園と間違っております。もう皆さんご存知だと思うんですけど、もう完璧に間違いですよね。これはもう岡山県民の皆様からも、またこの鹿児島県民からもツッコミどころ満載の、チャット GPT の回答が返ってまいりました。ここでこれはちょっと私が悪かったと、チャット GTP にはもうちょっと詳しい情報を与えないといけないと考えまして、いや鹿児島ということを、詳しく説明して聞いてみました。鹿児島の仙巌園について200字以内で説明してください。申し訳ありませんが、仙巌園は鹿児島県にはありません。仙巌園は岡山県にある日本庭園です。鹿児島県には、鹿児島市内には桜島や霧島神宮などの観光名所があります。また南国らしい温暖な気候や豊かな自然が魅力の県でもあります。ということで、もう謝られた上に全否定されました。ということで、ね、もうこうなったらもうちょっと詳しい説明をつけて、チャット GTP にもう本当に仙巌磯庭園をちょっと答えを出させてみます。鹿児島市にある観光の名所仙巌園磯庭園について200字以内で説明してください。鹿児島市には仙巌園と磯庭園という2つの日本庭園があります。仙巌園は鹿児島市内の桜ヶ丘に位置し、鹿児島県の代表的な庭園の一つです。池や滝、岩、苔などの自然要素を生かした美しい日本庭園で、季節ごとに変化する様々な花や草木も楽しむことができます。また園内にはもみじや桜の名所として知られる仙巌園の桜という桜の木があり、春には多くの観光客が訪れます。一方、磯庭園は鹿児島市内の加治木町に位置し、江戸時代後期に創建された日本庭園です。園内には磯を生かした独特の景観が広がっており、海水と淡水の2つの池を中心に大小さまざまな橋、島や橋が織りなす美しい風景を楽しむことができます。また園内には茶室もあり、静かな環境でお茶を楽しむことができます。鹿児島市内には他にも多くの観光名所があり、訪れる価値があるエリアです。ということで、仙巌園磯庭園は一緒なんですが、なんとですね、仙巌園は桜ヶ丘にあるという答えが返ってまいりました。で、仙巌園の桜が有名ということで、ね、桜の木が有名ということで、もう皆さんご存知です。はい、桜ヶ丘にはそんな木はありません。はい、まして仙巌園もありません。で、一方ですね、磯庭園は鹿児島市内の加治木町ですね。これ加治屋町じゃなくて加治木町、加治木はアイラですよね。で、園内に磯を生かした独特の景観が広がって、海水と淡水の2つの池があるということでね、
あのですね、もう、はい、皆さんも、見ていただいた皆さんね、これ、チャット GTP ですね。はい。もう、言うことがありませんよね。ツッコミどころ満載です。はい。もう、絶句いたしました。それでは、最後に、鹿児島市のお城、島津家の居城だった鶴丸城について聞いてみました。鶴丸城について200字以内で説明してください。鶴丸城は日本の大阪府茨木市にある戦国時代の城跡である豊臣秀吉の家臣木村重惟によって築城され天正13年に完成した城跡は丘陵地にあり本丸や二の丸、三の丸、クルワートが残されている。特に春には桜が美しく多くの観光客が訪れる。豊臣氏が大阪城を築く前哨基地としても利用され秀吉の天下統一の過程で重要な役割を果たした。現在では茨城市によって整備され城跡を散策できる遊歩道や展望台が設けられ多くの観光客が訪れる人気のスポットになっているということで、全く違います。で、この木村重惟という人はですね、大阪夏の陣で討ち死にしました、豊臣秀頼の故障木村重成のお父さんということです。はい。ちなみに余談ですが、谷山の方にですね豊臣秀頼の、お墓がありますね、伝説の。はい、ちょっと脱線しましたが、これはちょっと全く違います。それでは最後の最後、チャット GTP に鶴丸城の詳しい情報を伝えてみます。鹿児島市にある島津家の居城、鶴丸城を200字以内で説明してください。鹿児島市にある鶴丸城は島津家の居城の一つです。戦国時代に島津氏が築城し、江戸時代には島津家の家老が居住していました。城跡は鹿児島市内の丘の上に位置し、周囲を見渡せる絶好のロケーションです。城内には島津家の歴史を物語る多くの建物や遺構があり、歴史ファンにはたまらない場所です。また、城壁や矢倉台、井戸跡などが残っており、当時の城の様子を想像することができます。城内には武家屋敷や茶室、庭園などが復元されており、訪れた人々には城下町の雰囲気を味わうことができます。鶴丸城からは鹿児島市街地や桜島、錦江湾などの美しい景色を一望でき、観光スポットとしても知られています。城跡公園として整備されているため、家族や友人と一緒にピクニックを楽しんだり、散策を楽しんだりすることができます。鹿児島の歴史や文化を知るためには、鶴丸城は必見の場所です。ということで、鶴丸城の説明をチャット GPT にしてもらいました。家老が住んでいたりですね。鶴丸城の跡から、桜島錦江湾が一望できるということでね、はい、おまけにピクニックを楽しんだり散策を楽しんだりすることができるというね、200字以内で説明してくださいと言ったのにね、もう軽くオーバーしておりますということで、本当に何と言ったらいいでしょうか。はい、これを信じてきた観光客は騙されたと感じてしまうかもしれません。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まだまだ精度的には劣っているチャット GPT ですが、昨今の AI 技術の進歩は目覚ましく、いずれ高い精度の AI が出現することは間違いないと思います。これからの時代どうなるか分かりませんが、引き続き魅力的な鹿児島をアピールしていきたいと思います。ということで、これからも鹿児島に関する様々な動画をアップしてまいりますので、チャンネル登録がまたの方はチャンネル登録を、またグッドボタンもよかったらポチってください。あとはチャット GPT に関するコメント、鹿児島に関するコメントをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。